明王の聖編。明王の聖編は、室町時代の明王二年、1493年4月に、細川正元が起こした室町幕府における将軍の要配立事件。この聖編により、将軍は、足利義材、吉種から足利義家、吉住へと変えられ、以後将軍家は、吉種流と吉住流に二分された。なお、近年の日本私学会においては、 戦国時代の指揮をこの事件に求め説がある。足利義材は、応仁の乱で西軍の名所に擁立された、吉見の着手である。乱が、西軍劣勢で収束すると、父と共に、時成りよりを頼って、美のへ逃れていた。義材のいとこの旧大将軍義直は、守護大名や奉公衆を率い、六角行きた高頼討伐、長京、 遠徳の乱のため、大海へ申請するが、果たせないまま、長教三年、1489年3月に、大海で病死する。義罪は、父と共に上落して十大将軍に、推挙されるが、叔父の前将軍、足利義政や官僚、細川正元などは、堀越久保、足利政友の子で天竜寺高原源陰樹となっていた、義直と義罪のいとこ、清明。 足利義澄を押す。しかし、日野富子が老い、妹の子である、義材を講演し、翌年徳2年、1490年正月に、義政が死去すると、義美の出家などを条件として、義材の従来将軍就任が決定し、7月5日に、正式に朝廷から将軍に任命された。富子は、義政の五代所、義直の聖母で、将軍家に嫁いで40年近くになり、 その間将軍に代わって政務を取り仕切ることもあった。将軍家を代表するような人物でもあった彼女の指示は義罪の将軍就任に大きな意味を持ち、実際に義罪の家督継承を朝廷へ報告したのも彼女であった。この決定に反対した政本や伊勢貞宗らは吉見夫子と対立し、4月27日に貞宗は万所かしら人を辞任した。 貞宗は、前将軍の義直が幼少時から側近として仕えて、養育に尽くし、日野富子の信任が扱った。また、その父、伊勢貞ダは、文章の政変の際に義直のために、義シ殺害を義政に進言したことがあり、義罪の将軍就任後に高難を恐れたためと言われている。これは、応人の乱で義直を支持した人々が共有する危機感であった。 ところがくしくも同じ日、日の富子が将軍後継から外した清明のために吉名を盗んでいた小川御所、小川殿を上渡することを決めた。将軍の象徴である邸宅を清明が継ぐことを知った、吉見は、義罪を軽視するものと激怒して、翌月には富子に無断で小川御所を破却し、その所領を差し押さえた。富子が清明のために小川御所を上途しようとした背景には、 いきなり権力の座についた、機材や義美が暴走しないように牽制する意図があったとされる。その後、富子はこれを義美ミの約束違反と反発して、機材との距離を置くようになり、義美の病死後も関係は改善されなかった。機材は、前将軍、義直の政策を踏襲し、丹波、山城など、機内における国一揆に対応するため、炎徳三年、 1491年4月に、大江の六角行高討伐の大号令を発し、軍事的強化を図った。この六角征伐は、細川はじめ門を、はじめ多くの大名が参加し、圧倒的な武力で行高を妨害、さらに異性へと追い払い、成功利に終わった。また、政元が、この征伐に反対したことや、征伐中に政元の武将、安富元家が、 六角軍に大敗したことから、義材は正元への依存を減らすため、以後は他の大名を頼るようになった。明王二年、1493年正月、義材は河内の畠山元家、義豊を討伐するために大号令を発し、再び大名たちへ出兵を要請した。これは、元官僚であった畠山正長が敵対する元家の討伐のため、義材に、 河内への申請を要請したことに起因する。正永は、応人の乱で、いとこの畠山義成と家督をめぐって、激しく争い、義成の死後はその息子の元家と争いを続けるなど、畠山氏は、一族、家臣が、美州家と宗州家で二分して争っていた。義牲は二分された畠山氏の家督問題を、正永優位の下で解決させるため、そして、 生元への依存を減らすため、政長の願いを聞き入れる形でこの出兵に応じた。そして、刑には、吉典の命令を受けた大名が、多数参陣したが、正元は、河内征伐に反対し、この出兵に応じなかった。正元は、先の六角征伐に続いて、この討伐にも反対していたが、それには次のような理由があった。畠山氏は、 細川氏と同じ官僚に就任しうる有力な大名家であるが、その畠山氏が二分され勢力が減退してゆくのは、正元ら細川氏にとって、好都合であった。そのため、応人の乱で正元の父、細川勝元はこの家督争いに介入、美州家の正長を支持して、総州家の吉成と争わせることで、畠山氏の力をそごおうとした。だが、義罪の河内征伐により、 正永のもとで、畠山氏が再統一されると、再び強大化した畠山氏が、細川氏を脅かす、可能性があった。再統一された畠山氏は同じく機内に勢力を、持つ勢元にとって、新たなる強敵の出現に他ならなかった。結局、議祭は、正元の反対を振り切り、2月15日に討伐軍を、京から河内に侵発させた。そして、 2月24日に、義財は、河内の小学寺に入り、ここを本陣とした。大名らもまた、畠山元家が牢上している、高谷城、本田城周辺に陣を敷き、城を包囲した。そのため、元家法の奥義は次々に陥落し、3月の段階で元家は、孤立を余儀なくされ、義財や正永の勝利は、目前となった。だが、正サは、 畠山氏の再統一を避けるため、政長の宿敵たる元家と結託した。すでに政元は、河内征伐の開始直前までに元家の家臣と接触しており、幸福寺の仁村の記録では、元家の重臣が、河内征伐の前、将軍が攻めてきてもこちらは何だ問題はない。なぜならば、伊勢定宗以下、大名らとはすでに話がついているからだと、合言していたと記している。 大乗院寺社雑事記、明王2年2月23日、正元は、偽罪に不満を抱き始めた、伊勢貞宗をはじめ、赤松正則といった、大名、そして日野富子までを味方に引き入れ、クーデター計画を着々と練っていた。4月22日夜、正元はついに挙兵、クーデターを決行した。清明を、すぐ誘発権に迎え入れて保護し、 義財の関係者邸宅へと兵を向けた。その兵によって、23日には、義財の関係者邸宅のみならず、義財の弟や妹の入児する寺院が襲撃、破壊され、弟の一人自称院、周吉美が殺害された。さらに当時の記録によると、富子が、先代、吉政五代所の立場から直接指揮をとって、政元に刑を制圧させたと記録されている。同日 正元は、義財を廃して、清明を新将軍に擁立すること、また、正長を、川内下職から解任すること公表し、事態を収めようとした。そして、4月28日に正元は清明を、現俗させて、義家、義と大人乗らせ、11大将軍として擁立した。義家は後になお、吉高、吉住と改めている。この方を聞いた、義財や諸大名、 奉公衆、武行衆ら将軍直進は激しく動揺し、その上、伊勢定宗から義財に同行する大名や奉公衆ら、将軍直進に対して、新将軍に従うようにとする内容の、計りごと書が送られと、大名や将軍直進は27日までにほとんどが、河内から京都に帰還してしまった。その後、直進は京の議科のもとへと参集し、大名も、 畑山正長を除いて、義財を支援した者はいなかった。赤松正則は、正元のクーデター直後、先の六角政抜に、積極的に協力し、義財と、親密な関係にあったことから、正元ではなく、義財に味方するのではないかと、囁かれていた。だが、正則は、正元の挙兵前に、彼の姉と結婚していたため、緊密な関係を構築していた。それゆえ、 正サは、最終的に政元へ味方することを決したのであった。スを長年後、大内政サの息子で、父の名代として、河内出兵に参加していた、大内義シも政元に味方している。なお、潤ルー4月一日に、京都にいた義シの実前が、若狭国の武田元信配下に誘拐される事件、発生しており、大乗員自社雑事期。 明王二年うる四月一日上、細川政元、武田元信が応仁の乱の時に、吉見、義財不死を要して最後まで西軍として戦った、大内正宏が義財に加担するのを阻止するため、吉沖の妹、イコール、正宏の娘を人質にとって、政変に同意させたとする説もある。しかし、大名らが帰還したとはいえど、義財に、浜田正長の兵八千がおり、 残された軍勢も依然として、き左間で徹底抗戦の構えを見せていた。古四月三日に、武田元信が若さから上落して、正元に合流し、赤松正則と大内義雄が、義家を義財の有志にして、後を継がせる、仲介案を出して、事態の収拾を図ろうとしているが、これは失敗している。二十三日、正元はクーデターを調停へ報告した。 その理由として、自分が偽罪に、河内政伐を反対したのに受け入れられなかったことを掲げ、ゆえに拒兵して、偽罪を廃し、吉住を擁立したのである、と説明した。一方、朝廷ではこの将軍擁廃律のクーデターを受けて、五土御門天皇が申し継ぎ、白川忠臣に命じて、加重寺の利比で、関路寺親朝、三条西實隆という三名の老臣を招集した。 天皇は自分の認じた将軍が敗されるという事態に憤慨するとともに、勝人親王も成人したので上位をしたいと述べた。これに、中富と親町が反対し、親町は今回の件は武家、幕府の問題なので朝廷関わることではなく、直上への上位も武家側に言わせればよいと述べたため、天皇も思いとどまった。その背景には、朝廷に 上位の儀式のため費用がなく、政変を起こした政元にその費用を借りるという、自己矛盾に陥る事態を危惧したからとも言われている。朝廷は、翌二十四日から五日間の阿弥陀行談議を予定通り開催し、天皇も弔問することを理由に政変に対する判断を先送りし、二十八日になって、細川政元が、御法、必要経費の献金を行ったことで、 清明改め二川十五石下に除された。この時、宣言に関わった親町は、御法をたまわざれば、相違従うべからずと述べて、御法三百匹と引き換えに、除衣は行ったものの、正元が将軍宣言に必要な費用までは揃えられなかったためにこちらは見送られた。当時、朝廷の運営に、御法は不可欠で、正元が掌握した幕府からの御法をなくしては、 天皇の上位は実現できない反面、政元といえども、御法が揃えられないと朝廷を動かせなかったという、後部関係の身を伺わせている。その後、宇宙四月七日に政元は政長討伐のため、上原元秀、安富元家からなる軍勢を、OK、経から河内へと派遣した。また、元家も高屋城から出撃、政元に組みする大名らも味方して、 その兵力は四万に上ったという。一方、義財と正長は、細川軍に追い詰められ、小学寺に籠城したが、依然として、徹底抗戦の構えを貫いていた。小学寺には百余りの矢倉を建て、一番高い矢倉に、義財の御座所を置くなど、寺を城塞化して、守りを固めていた、大乗院寺社雑事記、明王二年うるう月十九日上。やがて、 同月中旬にマサナガの両国の一つ、キーから数千から一万とも言われる大軍が、小学事情に向けて出発した。だが、紀州勢は、その途上の境で、赤松正則によって、足止めを食らった。その後、紀州勢と赤松勢は、境で退治し、通せ、通さぬの問答を始めたが、同月二十一日に戦闘が開始された。紀州勢は海に、 数十の軍船を並べて、陸の軍勢と連携し、赤松軍を激しく攻めた。一方、赤松軍は正則自らが出陣して、奮戦、数時間に及ぶ戦いの末に、奇襲勢が敗北した。頼みの綱であった、奇襲勢が、堺で敗北したことは、偽罪と正長に衝撃を与えた。奇襲勢が勝利すれば、聖変そのもの覆えさせる、可能性もあったが、 その望みが消え去り、またすでに小学寺城の食料も突きかけていたこともあって、正永は大いに絶望した。同月二十四日、法囲軍は小学寺に総攻撃を開始し、二十五日朝に小学寺城は陥落、正永は重心らと共に自害し果てた。正永の自害後、同日に機材とその側近らも足かけ伝来の おこそで、かっと、ごを携えて、上原元秀の陣に投稿し、その身柄は経営をくられ、両安寺、ついで、上原元秀の屋敷に幽閉されることとなった。また、29日に、くげのはむろ忠がま元の命を受けた、上原元秀によって殺害された。み忠は、父のよし以来の側近で、義財からも徴用され、明王二年には、その創生によって、 長手十八人、現人八人、全官十人を超越して、県大納言に認じられるなど、一時的ではあるが、設計、寺院、官僚などをのぐ権勢を握っていた。政元でさえ三つただの申し継ぎを通さずには、偽罪に愚信できないありさまであり、政元にとっては、政長同様に排除すべき存在でもあった。刑の破出帝もまた、政元の挙兵時に破却されている。 正永の着手、畠山久信は、畠山家の後継者の地位から移転、父が自害する前に、小学事情からキーに一人落ち延びねばならなかった。小学事情を包囲していた細川方は久信を補足することができず、同年9月10日には、上原元秀が、美州家の家臣である、湯座坊と婚姻関係にあった、住吉大社の官主、辻国足に、 久信をかくまった疑いをかけ、住吉大社に放火し、国足を追放している。正元が義財に反逆した最大の原因は、義財が正元に政務を任せると約束しながら、その反対を無視して、六角征伐と川内征伐と二度も大規模な軍事作戦を行ったことであった。これは、政元自らが朝廷に報告したことや、仁村の記録からお伺い知ることができる。 そもそも、川内清伐は、義材が、畠山正長の求めに応じて決めたことであった。戦術したように、正元にとって、畠山氏の再統一は、阻止しなければならない話であったが、義材は、その反対を無視した。義材としては、正元和人に対する依存を減らすために、正長に接近。ここで、彼に恩を売ってその忠誠を獲得するという思惑があった。そして、 元家は滅亡寸前にまで追いやられ、もはや畠山氏の再統一は目前に迫っていた。父の代から勢力を削ぐことに注力してきた畠山氏が機内の有力大名として復活するのは時間の問題であり、正元はクーデターを起こしてでも河内征抜を実力で中止に追い込む必要があった。そのことが正元が裏で元家と結託したことにつながったと考えられる。 また、議材は、政本の排除を計画していたとされ、ジンソンは、政変の原因に関して、議材が自分の政策に反対する政本を討とうとしたことが、原因であると記している。実際、議材は、政本の対抗馬として、細川一族の最有力書や、阿波細川氏の当主、細川義春を急速に徴用していた。例えば、炎徳三年六月。 義財は義シに将軍家通じの義の字を与え、義シと名乗ることを許している。細川氏が変記として与えられていたのは下の字であり、あわ細川氏は元より、慶長矢の当主ですら、これまで義の字を名乗ることは許されていなかったのあるから、これは異例の主遇であった。また、義財は三条の書から一条油の工事にあった、細川義シの邸宅に今を移して、 その長愛ぶりを見せ、正元の対抗馬として着実にその地位を上げさせた。義治の地位の上昇のみならず、義財自身の権威の上昇も相まって正元を追い詰めていった。義財はもともと将軍になれる立場ではなかったが、義直の死で思いがけず、将軍になったため、将軍直進や大名たちとの結びつきが薄く、周囲の人々にその器量を示す必要があった。 それこそ、義財が正元の反対を押し切ってでも、戦い続けなければならない理由でもあった。そして、義財は最前線でその武勇を示し、吉直が成し得なかった、六角征抜を成功、さらには河内征抜をも成功させようとして、その権威を上昇させた。その権威の上昇に伴い、天下の政治は、義財を中心に回りつつあった一方、正元は、 周囲から孤立を深めていったことは、想像に難くない。そして、義財が正元を礼遇し、正長や義原に接近していったのであるから、正元がいずれ義財や正長といった寄り木、大名らに自分が撃たれるという恐怖に駆られたとしても、不思議でなく、それが正元を将軍配立のクーデターに借り立てた、直接的な理由であったとも指摘されている。大名らが、六角性抜と、 川内聖伐に参加した理由は、将軍に忠誠心を見せることができたことや、自身が危機に陥った時に、将軍の名の下で諸大名からなる大軍の火星が期待できたからであった。六角聖伐の際、柴義弘は応仁の乱で朝倉氏に奪われた越前の奪還を要請しており、義財はこれに応じ、川内聖伐の後は自ら越前聖伐を、 実行しようとしていたと言われる。実際、義財が越前征抜の大号令をかければ、諸大名が動員され、浅倉氏が滅ぼされる可能性も十分にあった。だが、義財が立て続けに二度の出兵を求めたことが、大名らに莫大な戦費や、兵糧の負担を強いたことは明らかであった。例えば、大内氏は六角征抜の際に、 国元から運び入れた兵糧が一万六千国にも及びだとされる。川内聖伐の次に計画されていた越前聖伐も、また、大名らに負担を強いることは目に見えていた。その結果、大名らに沿線気分が広まり、そして、政元が政変を起こして二社卓一の選択肢、迫られると、政長以外は南財から離れていったと推測される。日の富子も政変に関与し、 政元の擁立した義家の指示に回ったが、それには以下の理由があった。彼女は将軍家を代表する人物でもあり、常々義財の権力の暴走を危惧していた。父の義美が小川御所を破却した時からすでにその心配はあったが、義財は立て続けに、負担の大きい外政への出兵を大名らに求めたため、大名らは次第に幕府に不満を抱いていった。 義財がこのまま将軍であり続けたら、越前征伐をはじめ連続して外政が行われる可能性があり、大名がさらなる不満を抱くのは必死で、長年将軍家を担ってきた富子は、幕府の存立に重大な危機があっていることを感じだと推測される。最終的に義財の配立を決断したのは、政元ではなく富子であったとする説もある。 将軍の直進すらも技罪を見捨てたのは、日野富子や万所の伊勢貞宗の影響があったからだという。富子は先日したように将軍家を代表する人物でもあり、技罪の将軍決定もまた彼女の指示によるものであった。そのため、富子が技罪の配立を決めたことは、直進らの意思決定に大きな影響を与えたことであろうと考えられる。貞宗は、正元と同様に、 元家の家臣と接触していたし、また河内遠征に従軍していた大名や将軍直臣が内容不明の測りごと書によって偽罪を見捨てたことは先にも取り上げた。また、政変の一ヶ月前に元家に将軍要配律の陰謀が伝えられていたという記録があることから、定宗は明らかに吉住用律の事前工作を進めていた。定宗の行動も、 吉住の擁立に大きく貢献したと推測でき、実際に吉住は定宗に、政務をすべて委ねると言ったほどであった。政元の行為は、旧来の秩序が破壊されつつあった、この時代でも明らかな反逆であり、主従は三世、前世、現世、大世のちぎりという言葉があるように政元にとって、主君たる、義罪は尊重すべきありであった。だが、日野富子が将軍家という、 家に席にする、この行為を認めたことは大きく、政変に正当性を与え、結果的に大名や将軍直親らが義罪を見捨て、義家につく流れを形成したと言えよう。この政変は決して正元一人で成し得たものではなく、日野富子や伊豆定宗の協力があって成し得ることができたものであった。この政変で正元は幕政を掌握したが、方向衆などの軍事的基盤が崩壊し、傀儡化した。 将軍権力は、以後、幕政は政本をはじめ細川氏の権力により、支えられることとなる。ただし、以後も、幕府権力は存続していたとする見方もあり、伊勢貞宗は、日野富子の意向で、将軍、吉住の貢献役を務め、たびたび政本の行動を抑止している。また、政本の命を受け政変を主導していた、政本家臣の慶長か内衆である。 丹波守護大の上原元秀が、旧氏、慶長家内で政変に、消極的な家臣が多数を占めるようになると、慶長家はなるべく幕府の意向を容認、前将軍義財派の巻き返しを用心する方向に切り替えたため、政変後の幕府と慶長家は協調関係に入っていたのではないかとする意見もある。京都に残留した幕府の官僚組織は、政元ではなく幕府。 万所頭人で、山城志護伊勢定陸、貞宗の子が掌握しており、正元との間で駆け引きが繰り広げられることになる。定陸は、富子の要望で吉住を貢献する役目を担っており、吉住や正元の決定も、定陸の法所作成命令をなくしては十分な、有効性を発揮することはできなかったのである。これに関連して、明王の政変直後に、 低陸が偽財派の反撃に対抗することを名目に、山城国一揆を主導してきた国人層を懐柔して、山城の一円支配を目指し、政元も対抗策として同様の措置を取った。このため、黒人層は伊勢派と細川派に分裂してしまい、翌年には山城国一揆は解散に追い込まれることになった。畠山氏は政長が自害したことで、美州家が没落。 マ元に支持された、宗州家の元家が家督を継承した。元家はすかさず久信が逃げたキーを攻めたが、これは撃退されており、微州家と宗州家の分裂は依然として、解消されなかった。さらに近年では、同年に発生した、今川氏じっかの活心、伊勢総威、北条総運の伊豆信仰が、吉住に反逆した、イボアニである、堀越久保、足利茶々丸を倒すために、 政元や上杉貞政と連携して行われたとする、味方が有力になっている。総運は、伊勢貞宗といとこにあたる関係で、彼は慶とも緊密に連絡を取り合っていた。同年6月29日夜、慶の上原元秀の屋敷に遊兵されていた、義材は、側近らの手引きで、越中者水軍法上津へ下校し、マ永長の重臣であったネ軍、伊ミ軍文軍守護大。 神保調整に迎え入れられた。さらに、義在派の幕臣、実勤区下衆、前僧ら七十人余りが越中下校に付き従い、正道寺を御所とした越中久保を。これにより、幕府貢献は二分化され、二つに分かれた将軍家を擁した構想が各地で続くこととなった。義在は越中から聖元討伐の劇を発し、 これにより、野戸畑山氏、越前朝倉氏、越後上杉氏、加賀都菓子などの大名が参列して、中世を誓い、九州の大友氏をはじめとする縁国の大名も、協力の意思を示し、細川正元は直ちに越中に軍を派遣したが、明王2年9月中旬に、越中勢との戦いで大敗北を起死し、追い払われた。この結果、越中とその周辺は、 完全に議在方となり、京の幕府はうかに手を出せなくなってしまった。後、明王七年、1498年9月に、議在は越中を出て、越前の朝倉市を頼り、この際に議員に名を改めている。正元の優良はこれだけにとどまらなかった。小学事情陥落後、議員に逃れていた畠山久信が、聖元方の元家に粘り強く抵抗しつつも力を、 宅はえ、ついに明王八年、千四百九十九年二月に、元家を打ち、父の無念を晴らしたのである。久信は、木から河内に至る家の南方一帯に、一大勢力を築き、越前の議員と連絡を取り合いながら家を伺うなど、細川方の脅威となった。明王八年九月以降、議員と久信は連携して、それぞれ越前と河内から家を攻撃しようとしたが、 政元は苦戦の末に議員を破り、議際は、スオの大内氏のもとへと逃げた。その後、久信も、攻撃作戦が失敗したことで、議へと引き上げたが、議員と久信は依然として、政元の脅威であり続けた。また、政元が、区靴として擁立したはずの将軍、吉住は成長すると自ら政務を労とし、両者の対立が、深刻化するようになっていった。このように、 正元はクーデターで先制を確立したはずであったが、現実はそうではなく、内誘外感に苦しめられた。そして、正元の細川慶長家とアワ細川氏といった、細川諸家の対立もまた解消されなかった。機材によって、正元の対抗馬として取り立てられた、阿波細川氏の細川義春は、政変から2年後に死去している。マ元は、主言道に没頭していたため根がおらず、 あは、阿波細川氏など、諸家の台頭を恐れた。彼はあえて、細川氏からではなく、石家の九条家から細川澄之を養子として迎えた。だが、細川氏の血を引かない澄之を、後継者としたことへの諸家の反発は強く、正元は後に義原の息子、細川澄元を養子に迎え、澄之を拝着しなければならなかった。だが、これが原因で後に、正元が殺害される。 いわゆる栄称の作乱が発生、ひいては20年以上にわたる両細川の乱に繋がった。明王の政変は、中央だけのクーデター事件ではなく、全国、特に東国で戦乱と下国城の動きを、向上化させる契機となる重大な分岐点であり、応仁の乱と並び、戦国時代の式とされることが多い。また、明王の政変以降、将軍家には、吉種家義材、 吉田ね、吉綱吉秀と、吉住家、吉住吉春吉輝吉明の2系統が成立し、いずれも足利将軍家当主の別称である、室町殿、久保、大樹などと呼称された。13代将軍の足利義輝が、三好三人衆、松永久道に殺害された。a 六の変は、一説に、この分裂を解消する意図があったと言われている。結局、 将軍家の分裂は諸勢力の争いと相まって戦国時代を通して継続され、織田信長が足利義明を放じて上落したことによってようやく決した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。